3年ぶりに ICH ホメオパシー世界評議会の会議に出ました。28カ国からお出になられて、皆さんと顔を合わせて対面のホメオパシーをこれからどうやって進展していくかという話し合いが行われました。各国の問題がありましたね。日本は日本でまた問題もありますし、さまざまな問題を皆さんで話し合う会議が ICH の対面会議になります。みんなこうやって同志同胞たちと会うのは私も嬉しいんですけどもね。ただ近年はホメオパシーのバッシングがまた世界中にありましてね、非常にこう苦しい状態である国々もありました。その中でベルギーという国ですね、ここは180年のホメオパシーを使った歴史があります。ベルギーはハネマンがいたドイツやそれからフランスから近いこともありまして、早いうちからホメオパシーが使われていました。このベルギーでですね、起こった事件というのが、国が法律でホメオパスというものは医者でなければやってはならないという法律を作り上げました。ですから医者でないものはホメオパシーを使うことができなくなったわけです。そうすると180年歴史ありますから、もちろん医師でないホメオパスたちも自分の職業としてホメオパシーを使って治療をしてたわけですね。その方々は突然使えなくなってしまったわけです。大きな問題になるのは、まずホメオパスという人口が減ることによって、今までホメオパスにかかっていた患者さんのケアができなくなるということです。お医者さんだけになりますと、なかなかホメオパシーを使ってくれるお医者さんは少ないわけです。ですから非常に患者さんはどこに行ったらいいのかと非常に悩むようになっていくのはもう目に見えていると思います。もちろんお医者さん方がホメオパシーをやっていただけることは非常にありがたいことでありますが、まだまだ周知になってない折、ホメオパシーを使うお医者さんを数は増やすといってもなかなか数が増えない状態であると思います。実際医師だけがホメオパシーを使うのであるならば、一般人もホメオパシーが医師の承諾なしには使うことができなくなります。ですから皆さんが日本では普通に持たれているこのようなキット、ホームキットとか、それから自己判断による里玉のレメディを使うとか、ホメオパシーのマダチンクチャーを使うとか、そういうのが使えなくなってしまったというのがベルギーの現状でしょうか。非常に困ったことになりました。それより何よりもっと困ったことは、お医者さんだけになったことによって、ホメオパシーを使うのはまず現代学をやる、またはさまざまな療法をやって、効かない場合のみがホメオパシーを使われると、第一にホメオパシーを使うことがないということが非常に困った問題だと思います。ホメオパシーを愛する皆さんは、まず第一にホメオパシーを使っていただきたい、それが希望ではなかろうかと思います。ですのでこのようなことが日本にも明日は我が身で起こるかもしれません。このベルギーの厚生省に向かって、ベルギーのホメオパシー団体はICH 世界の国々の皆さんからお手紙をいただきたいということでした。そのお手紙は、一つに自分がホメオパシーを使って良くなったケースを出していただきたい、ホメオパシーは大切だから残してもらいたいということを書いてもらいたい、そのような要望がベルギーのホメオパシー協会から来ました。私たち日本からもベルギーのホメオパスを救うために、そのようなお手紙を書いていていただきたいというのが私のお願いであります。 JPHMA の方に送っていただけないでしょうか。そしたら JPHMA がまとめてベルギーの政府の方にそのお手紙をお送りしたいと思います。そしてスイスが国民投票した後で、国が決めたホメオパシーはいらないっていうのを再度国民投票してもらった、その結果 69% の人々がホメオパシーが必要だと言ってくれました。それによってホメオパシーは見事に返り咲き、
その代替療法の中にホメオパシーが使われるような形になりました。このようなスイスの出来事がベルギーにも今一度起きるように、ぜひ海外からのサポートをお願いしたいと思います。日本でできること、皆さんがホメオパシーを愛しているということ、ホメオパシーで恩恵をもらっているということ、そしてまたホメオパスにかかり自分の症状が良くなったということ、日々のキットを使いこれほど子どもたちが楽になったということ、そのようなことをぜひお便りをいただいたらと思っております。 JPHMA 会長ユイトラコからのお願いでした。